初詣に行きたいね。いいわよ、花子は初詣が大好きよね。あの雰囲気が好きなんだ。お賽銭入れて神様にご挨拶して、それからあったかい甘酒飲むんだよね。それでし、屋台たくさんあるかな。おみくじも引こうね。じゃあ花子、今夜は神社が出てくるお話にしましょう。こんなお話はどう？奥さんは巫女の霊、幽霊の嫁がいる私の不思議な話です。もう数年前の話ですが、私は浮浪者でした。公園で暮らしていましたが、縄張り争いで追い出されて、流れ流れて近畿地方の山の中で暮らすようになりました。山の中には廃墟になった神社があって、そこを住まいにしていました。山のふもとに行き、便利屋をしてなんとか食いつないでいましたが、怖い仕事もありまして、ある人なんか弾の入った猟銃を私に向けて、一回人間に向けてみたかったんだ、はい代金、それで1万円もらったこともあります。人間の怖さや汚い部分をいろいろと見てきました。何もしてなくても暴走族に殴られて足を折ったこともあります。死にかけたところを交流のあった農家の方に助けていただいて、なんと病院代まで出してくださり、感謝でいっぱいでした。ほら、よかったら作物を育ててみなよ。私は親切な農家の方に種や苗をいただき、境内の荒れた土地を耕し、川の水を利用して農園をするようになりました。廃墟探検に訪れる若者たちに除草剤をまかれ、作物が全滅したことも何度もありましたが、しかし誰かから虐げられ、誰かから恩を受ける、こういう暮らしを続けていると不思議と心が澄んできました。悪と徳を見続け、私は次第に徳の高い人に憧れるようになりました。ところで実はこの神社、幽霊が出るんです。白い着物で赤い袴の女性です。どうやら巫女の女性みたいで、最初のうちは恐ろしくて、彼女のいる社務所ではなく物置小屋で寝泊まりしていましたが、大工さんと知り合いになってからは仕事を教えていただくついでに社務所の修理をするようになりました。出ていかないとたたってやるわよ。そんな具合でその巫女さんは怖かったのですが、修理や掃除をしに社務所に出入りするうち、だんだんとその幽霊との付き合い方を覚えたのです。必要以上にうるさくしないこと、そして出入りするときはきちんと挨拶すること、そうして過ごしていると、社務所がきれいになる頃には巫女さんは穏やかなお顔になっていました。サラサラと音が聞こえたような気がしたときには、彼女は櫛で髪を溶かしているのでした。私はもう怖くなくなっていました。そんなうち、また私に怪我をさせた暴走族がやってきて、わけもなく袋叩きにされました。もうこれはとうとう巫女さんのお仲間になるのかと思った時、猟銃を持ったおじさんが現れ、わざと外したようです。暴走族は逃げ出し、私は意識を失いました。目を覚ますと病院でした。助けてくれたおじさんが見舞いに来てくれました。いや、巫女さんが夢の中で脅してきて、飛び起きたらその巫女さんが目の前にいたんだよ。これで殴っても全然すり抜けちゃって効かないの。しばしった目で追っかけられて、銃持ったまま神社まで追い立てられたんだよ。もうそれは巫女さんが私を助けてくれたのだと思いました。巫女さんとの出会いから今までの経緯を話すと、そりゃああんた巫女さんと内縁の夫婦になってるよ。その方には退院して一番にお礼をしました。夫婦だと言われるとなんだかしっかりしなきゃという気になって、嫁にはちゃんと食わせないと男が廃ると思い、生活が苦しくても彼女に毎日一膳のご飯を用意するようになりました。そして私と巫女さんは祝言をあげました。ちょうど神社なので神前式という感じで、
その後、この山の所有者の方がやってきて、その方、この神社の神主の一族だったのですが、終戦後荒れ放題になっていたこの神社が、私が手入れしたことで、また生気を取り戻したと感動されました。どうせ二足三門の土地だ。あなたに活用してほしい。私に神社のあるこの山と麓の農地をくださったのです。今私は農地を農家の方に貸し出してお金を稼ぐため都会で大工として働いています。なかなか神社に戻れないので嫁が寂しがってよく夢に出てきます。今は寂しいけど私がくたばった暁にはずっと一緒にいられるんだから今は頑張り時だ。いつか神主さんを迎え、嫁のためにも立派な神社にするのが私の夢です。お金を貯めたら、生涯をかけて自分が修繕したいと思っています。はい、おしまい。もしかしたらこの方は神社に呼ばれ、立て直すお役目に選ばれた方なのかもしれませんね。無一文から土地と山と奥さんを授かるなんて、不思議な縁ですね。どうぞお二人が幸せに暮らせますように、私もここから応援しています。では、おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢。